結局ね、はい、スケジュールが、はい、ガラッガラなんですよ。三股又蔵は。三股さんですね。いや、このままで本当に僕はもう前もちょっとちらっと言いましたけど、はい、もっと遊びたい子はいっぱいいるんです。はい、でもみんなやっぱり売れていくんですよ。はい、で、なんかちょっとご飯食べたいとかなって、ちょっと小旅行みたいになったら、もう三股しかいないんですよね。はい、で、僕は本当は不本意なんです。三股とは遊びたくないんですよ。でもあいつしかいないんですね。はい、でもやっぱり世間的にあんまり遊んでると思われたくないんです。それは僕のセンスが疑われるから。ね、で、まあ、ちょっと前も温泉行ったんですよ。はい、で温泉行ったら、なんかおばちゃんに顔さしちゃって、はい、で、うわー、松本さんってなって、でその横にいたから、あれってなって、うわ、もう嫌やなと思ったら、はい、あ、今日はお兄さんと一緒ですかっていう。坊主ですもんね。坊主で。だから僕ももうすかさず、あ、はいって言って、で三股も心得たもんで、はい、ひとしをよろしく。ええやんかって、まあ、それでよかったんで、はい、ただこの、まあ、こういう話をすること自体は、まあ、本当にもう結局三股と遊んでるっていうことになっちゃうので、はいはい、もうできたら避けたいんですけど、はい、この話だけはちょっとしときたいなっていうのが、はい、シンガポールはなんであかんねんっていうね、はい、話になるんですけど、はいはい、僕年末ぐらいから、ちょっと家族でお正月とかけてこうシンガポールに行ってたんですよ。はいはいはい、そこでまあなんか嫁のなんか知り合いもなんや来るから言って、はい、向こうでじゃあまあなんかワイワイやろうかって言ってシンガポール旅行行きました。はい、シンガポールがね確か時差がね1時間なんですよ。はいはい、でまあまあ日本とそんな変わりでまあええか言うて、はい、で向こうで年明けて、だからもうやっぱりこうメールがいっぱいこう来るでしょ。はい、で明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いします。まあその中に三股のメールもあって、はい、今年もよろしくお願いします。シンガポール楽しんでくださいみたいなの来るから、うるさいボケしねえって送ってね、はい、まあまあそれは良かったんですよ。はい、でもう1日2日だから1月の2日ぐらいかな、はい、まあまだシンガポールにいて、でやっぱり夕方ぐらいからみんなでワイワイご飯向こうの人と食べてたんですよ。はい、ほんならこうまあ携帯は持ってますよね、でもマナーモードにしてて、はい、ちょろっと見たらね、なんか数分前に三股から着信が入ってて、で結局それでも伝言も何も入ってないし、その後別にメールも来えへんし、で何やろうってちょっと思うじゃないですか。でちょっとトイレ行った時にちらっと三股に電話したら結局出ないんですね。でね、僕ねこれね、それこそその三股と温泉行った時も全く同じことがマネージャーであって、温泉から上がったらマネージャーからこう電話が着信が数分間にあって、で結局伝言も入ってないしメールも来え、三股俺こういうの一番嫌やねんと、旅来てんの知ってるやろと、知ってる状態でここでそれをされたら何やろうと、決していい話じゃないと思うんですよ。いい話ならなんか多分メールやし、なったら伝言にねちょっと簡単なことでも載せてくれるはずやと、なんもない着信のこれはね、俺はもうドキドキするから、ほんまに嫌やねんって三股に言うたら、ほんとそうですよね、わ、はい、かりますって言ってるあいつがまさに今それをやってるわけじゃないですか。はいはい、でもこれは裏を返せばよっぽどなんかあったんちゃう、これシャレにならんことがあったんちゃうかと思って何度も三股にするんやけど、結局出えへん。やっと4時間後か5時間後ぐらいに繋がったんですよ。はいはい、何やってんって言うたら三股が違うんです、そうは言っても生声でおめでとうを言いたくて。はぁはぁ見事はぁお前はぁって言って俺言ったよね、俺それ嫌だって言ったよね、なんかあると思うやんね、お前なんか誰か知り合いでもなんかあったんかなと俺思うやんけって俺言ったやんって言って、すいませんお前さ、そういうのな、師匠のたけしさんにお前やってないやろなと言ったんですよ。はい、ほんなそれはやってません、師匠にはメールをしときました。はい、師匠はオーストラリアに行ってんのを知ってたんで、シンガポールはなんでええねんシンガポールはなんでええねん一緒海外ですからね、一緒の海外やから、でもね、シンガポールとオーストラリアはね、時差が違うかもわからん、はい、思って調べたら、はい、全く一緒やねんシンガポールはなんでええねんシンガポールはなんでええねんでしたありがとうございましたすごい話、いやすごいな、すごい話、いやんですよまあうちね、
もう娘が今もう4歳なんですよ、はい、でまあまだだからちょっと1年ぐらい前なんで3歳ぐらいの時かな、はい、で女の子なんでねやっぱこうどうしてもね、はい、あのプリンセスが好きなんですよ、はい、であのシンデレラとかね、はい、ああいうなんなんすか今やったらそれこそアナとなんやらとはもう、はい、全部あの女王でしょ、はい、あれ大好きなんですよ、はい、で当時その時1年ぐらい前にあの、白雪姫が好きで、はい、で、リンゴをね、はい、ガブってかぶってね、はいで死ぬんですよ、はい、で俺にキスせえって言うんだよ、はい、でピッてキスしたら、はい、うわすごいっすよ復活するんですよ、はい、このくだりを1時間に7、8回掘り込んでくるでしんどいなって思ってたんです、はい、だから飽きてきたら今度チェンジなんです、はい、僕が今度白雪姫、でもガブってやってへーって死んで、はい、でキスされんの待っててでされたらもうふわーってやってケタ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 笑ってるんです、はい、何がおもろいねんと思いながら、だからそんな時にねある時その嫁のお父さんお母さんだからおじいちゃんおばあちゃんも家遊びに来て、はいはい、でみんなで晩ご飯食べてで、まあ、食べ終わった後団らんしてたらそのうちの娘がちょっと片隅に読んでまた例のくだりをやろうぜっていうなるんですよ、まあ、しんどいなで、まあ、向こうはもうなんか騒いでるから、はいまあ、まあ大丈夫よこっちでやっとこうかでまたまあ娘がぶってて死んでキスして、はいはい、ねっでまた飽きた頃にチェンジチェンジ、はいはいそうかと思ってでまた僕ガブッと噛んで、はい、ベベベベって死んでキス待ってたんですよ全然来ないんですよ、はい、何やろ長いなと思って、はいはい、まあ長いなと思って、はい、うっすら目上げたらねおじいちゃんの手掴んでこう引っ張ってるんですよあらまさかあれ、いやいやない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 初老と老人やから混ぜるな危険ですよ。ない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 って言って、そっから1時間ずっとこね出して娘がもうもう何ルールがわからないって言って、わからんのはこっちじゃって言って、まあまあそんな話なんですけど。ああ。あっつ嘘でしょすごいよね、あのまっちゃんが家で子供にキスしてる、僕あの、ま、普段コンビでやってるんですけど、ね、結構一人の仕事も、うん、ピンの活動も、まあ、多くて、うん、多くてっていうかもうほぼ会わへん期間の方が長い時あるんですよね、あるある、でこう僕コンビなんですけど、うん、マネージャーからはお互いの仕事のやつが全部メールで送られてくるんですよ、うん、だから僕が何やってるか相方も知ってるし相方も僕が何の仕事やってるか知ってるんですよね、うん、で僕大体収録が多いんですけど、うん、僕の相方何なんこの仕事みたいなのがあるんですよね、うんうん、でびっくりしたのが、うん、あのスポーツジムのティップネス営業、うん、スポーツについて語るイベントですと、うん、で出演サバンナヤギ、うん、中山筋肉、うん、ティップネスインストラクター笹井さんってなってたんですよ誰と何の仕事すんねんと思ってすごい仕事ほんならその当日の2日前ぐらいに、うんうん、笹井さんのスケジュール NG のためバラシになりました誰のスケジュールでバラされとんねんみたいな笹井さんに振り回されてる笹井さんでアウトなのか言ってで結構そんなのがよくあるんですけど、うん、この間びっくりしたのが、うん、僕テレビの番組大阪で収録やったんですよ、うん、でヤギ園田競馬場で、うん、ゆるキャラのちっちゃいおっさんの、はいはい、愛犬と15分漫才って感じたんですよ、こんなことあるかとゆるキャラのちっちゃいおっさんと漫才だけでもなかなかない話だったゆるキャラのちっちゃいおっさんの愛犬と15分漫才俺も愛犬おることも知らんかったなんやこれと思ってほんで僕相方に聞いたんですよこれなんなんて言っていや俺もわからへんと、うん、でも多分、うん、ちっちゃいおっさんに愛犬のゆるキャラがおるんやろとなんかちっちゃいおばはんっていう奥さんがいたりとか、はいはい、ゆるキャラのちっちゃいおっさんの愛犬っていうゆるキャラがおってそのゆるキャラと15分漫才するやと思うと、うん、でネタどうすんの、うん、いや何にも決めてない当日中の人とネタ作るわって言ってたんですよ15分長いででもまあなんとなくいけるんちゃうみたいな感じだったんですよ
んでその日僕朝仕事も一緒やって新聞にも結構でかく広告載ってるんですよ。その田競馬場15時サバンナヤギとちっちゃいおっさんの愛犬と漫才って言ってちっちゃいおっさんそっくりのゆるキャラの絵が描いてあったからあこういうことなんやと思って。ほんで僕普通に収録やって終わって東京に帰ってくる新幹線で携帯見てたらツイッターに僕のファンの方がそれ見に行ってたんですよ。ヤギさんがそのだけ場所で大変なことになってますどうしたって言って写真が添付してあったんですけどゆるキャラでも何でもないこれぐらいの普通のパグを僕の相方が舞台でこう連れてる写真おゆるキャラのちっちゃおっさんの愛犬って普通の伊豆なんてびっくりして僕ほんで次の日に相方にすぐ聞いたんですあれ一体何やっていや正直俺もびっくりしたと相方さん入っておられますって言って楽屋通されたら柱に一匹のパグが来たで僕の相方の弁当を食うてるんですってで普通怒るけどまあこれもコミュニケーションかと思ったらしいんですでこの犬と15分やってくださいって言われたんですね。犬と15分ってどうしようってなって普通断るじゃないですか。で僕の相方はでもやれって言われてるしやらなあかんと。で僕の相方が唯一思いついたネタがわーって犬連れて行ってこの犬天才犬なんですよ 1+1 はって言おうと。ほんなら僕の相方の想定では1、1個少ないわでか1-1すごいでしょ、うん、か、はい、ワンワンワン一個多い、うん、どのパターンでもいけると資格なしやったで僕の相方の考えではどのパターンでもいけるぞっていうことでパグ連れて舞台に出て行ったんですよ。ほんでお客さんはパグやんヤギさん連れてる犬やん何これみたいなで 1+1 はって振ったら、はい、パグが何にも吠えずにまあ、そうだよね。はっはっ言いながらステージを走り回るらしいんですよ。だから15分僕の相方は 1+1 は 1+1 は 1+1 はって尋ねてる横でパグがはっ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 て言ってるだけの15分なんですよ。あまりの地獄絵図に最後の2分大爆笑やったらしいです継続は力やな。ほんでさすがにそれ僕マネージャーに怒るやろなと思って僕の相方もう犬とは無理やでって言うかなと思ったらちょっと今後吠えへん犬はやめて吠えたら OK なんかよお前あの人すごいねあの人ええわあの人いいと思うわ。ちょっと怖かったんですけど、8年ぐらい前に東京来て初めてナイナイの岡村くんとご飯を食べに行くことになりまして、で麻布の鉄板焼き屋みたいなのを指定されて行ったんですよ。まあ店内合流ということで、で行ったら目の前に団体さんがいらっしゃって 5,6 人の、でその中の一人が萩本欽一さんだったんですね。で、あ、欽ちゃんだと思って、で上京したばっかりで同じ店に芸能人が偶然来るわけないっていう発想ですから、岡村君今日金ちゃんと飲むんだ、その席に僕呼んでくれたんだと思って、うん、その集団の後ろにひっついて、うん、僕萩本さんのグループの一員として入店したんですよで個室に入りまして、あ、挨拶しなきゃいけないと思って萩本さんの前まで行って挨拶しようとしたら、うん、まあ、そういうファンがついてきたと思ったんでしょうね、うん、萩本さんがものすごい冷めた表情で、うん、低いトーンで、うん、ダメだよってあのダメだよじゃないの、本当のやつダメじゃないの、本当のダメだよ、あのダメだよっていうんじゃなくて普通にダメだよって言われて本当のダメなやつだ、ダメなやつ、はい、本当にダメなやつで、すごい、はい、別のとこ行ったって、まあ、それだけの話なんですけど、そうか、やっぱそういう時はそうやわな、そこはしっかり言わないとね、はい、そうですね、本当に金ちゃんもね申し訳なかったな3年くらい前に、仕事でちょっと興味深い話を聞きまして、というのも、まあ、世の中には、まあ、いろんなジャンルのマニアの方がいらっしゃるんですけども、まあ、その中でも抱き枕のマニアの人がいらっしゃるみたい でそういうどういう人たちかっていうと、その、まあ、自分の好きなアニメのキャラクターの女の子のキャラクターがプリントされた抱き枕を抱いて寝るんじゃなくて、もう
彼女として扱うと。例えばもう一緒にレストランに行って向かい側に座らせて2人分の料理を頼んでもうデートしたりだとか、あともう一緒に旅行に行くと2人分部屋取って、2人部屋取って、で旅先でツーショット写メを撮ったりだとか、そういうのをまあ自分のブログに載せたりとかいう人たちがいると。でもまあ確かにそのぬいぐるみをペットのように可愛がる女の人もいるわけだから、まあそういう抱き枕を彼女のように可愛がる人がいてもまあおかしくはないなと思ってちょっと興味が湧いたんです。でちょうどその時にあの僕の後輩でおかゆ太郎っていうピン芸人がいるんですけども、はい、おかゆ太郎っていうピン芸人がいて、それは30代後半でずっと彼女もいなくて全然モテなくて寂しい生活をしてたんでちょうどいいやと思ってこの話をしたんですよ。こういう世界があるけどどうっつって、だまあさすがにいやそれはもうないですよと言うけど、いや一回乗っかってみと、それだけハマってる人もいるわけだし絶対楽しいところはあるはずだと、一回騙されたと思って乗ってみっつって説得して、そしたらまあちょっと検討しますっつってそこで別れたんですよ。でそこからしばらくして4日ぐらい経った時に電話があって岡井太郎から、でどうしたのって聞いたら、今ちょうど仕事帰りに秋葉原に行って、でその抱き枕の専門店にいるんですけど、もうとにかく品揃えがすごいですと。でやっぱこう抱き枕のクオリティも本当に高いから、ちょっとハマる人の気持ち分かりますと、でちょっと興味湧いてきましたって、もうちょっと見てみますっつって、あ分かった分かったって電話切ったんですよ。そしたら1時間後ぐらいに今度メールが来て、で写メが添付されてたんですね。で開いてみたらなんか黒髪のショートカットで目がクリックリで、なんかちっちゃめのこうチャイナドレスを着たアニメのキャラクターの抱き枕とおかゆ太郎のツーショットの写真だったんですよ。でメッセージで、この子と付き合うことにしましたと。名前はあゆみちゃんですっつって、でそれ見てドン引きして、でただまあ自分がね進めた手前それは言えないので、分かったとりあえずまあお幸せにっつってで返したんですね。でそれからまあ2週間ぐらい経ってそのおかゆ太郎と会った時に、あゆみちゃんとはどうって聞いたら、まあ順調ですと、その何をもって順調なのかは分からないですけど、順調じゃないからそうなってるわけなんですけども、あそうなんだって、どういうところがいいのって聞いたら、まあやっぱりとにかく話を聞いてくれるところだと、話しかけてるんですよ。あそうっつって、あとはって聞いたら、いつもこう笑顔で自分を出迎えてくれると、まあプリントされてますからね、はい、まあそっかそっかです。じゃあ逆に嫌なところは何って聞いたら、まあ強いてあげるなら、その一緒に旅行に行くらしいんですけど、どうしても空港であゆみちゃんは手荷物扱いになってしまうと、大きいから、はい、でまあ行きが別々になるのはいいんだけども、その自分の彼女がベルトコンベアで流れてくるのちょっとさすがにちょっと複雑な気分になるんですね。あそうです、あとはって聞いたら、なんかそのツーリングに行くと、であゆみちゃんを背中に固定してちょうど2人乗りのような形で走るんです。でまあ最初楽しくこうツーリングしてるんですけども、高速入った途端あゆみちゃん風でグラングランそれがめちゃくちゃ怖いと。まあでもそんなことがありながらも付き合ってたらしいんですよ。本当にやっぱハマっちゃってそこに。でそこから1ヶ月ぐらい経った時に電話があって、おかえたのから、どうしたのって聞いたら、あゆみちゃんと別れましたと。逆に今付き合ってたんだと思ったんですけど。で何があったのって聞いたら、まあずっと毎日好きで一緒に大体寝てたんですね、はい、そしたら最近どうもそのあゆみちゃんからおっさんの枕の匂いがすると、まあおっさんの枕だからねまあそうなんですけど、さすがにこう毎日毎日おっさんの枕の匂いを嗅がされると、あ俺たちは所詮おっさんと枕なんだっていうことを叩きつけられるんですね。でもうでしかもその匂いからやっぱりこう、あ俺ってもうそういう年なんだっていうことで、でもいつまでこんなことやってんだろうっていうことで結局冷めて別れたの。あそうなんだ、じゃあ捨てたのって聞いたら、いやさすがに捨てるのはかわいそうなんで、カバー外して普通に枕として使ってると、普通のおっさんと枕の関係になったんですよ。あんだけ付き合ったのに、あんだけ付き合ったのに、マイクまで乗ってたのに引き剥がしたあゆみちゃんどうしたのやろな。そうです、こっち側はもうあゆみちゃんじゃないのでもう捨てちゃったんですよ。結局もう冷めちゃったんで魔法が解けた。怖い怖い話。じゃ
じゃあどうしましょう。どうしますか。シガニーウィバーカーっていう話にします。めったにないからね、そんなこと言うことはね。もうね、忘れもしません。この3ヶ月ほど前、4月の7日です。その日は、お昼の2時から仕事やったんです。だからまあ1時半に家出たらまあいいんですけど、寝てたんですゆっくりね。10時ぐらいにはぁって起きて、あ、やばい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 、どうしようどうしようどうしようってなって、っていうのは僕あの5年ぐらい前からまあ家にあのお掃除に入ってもらってるんですよ。でこれはフィリピンのジョイさんっていう方なんですけど、そのジョイさんに5年前からあのお掃除入ってもらってるんですね。ほんでそのジョイさんはもともと俺が住んでたマンションと契約してるところで働いてる方で、そこに頼んで来てもらってたんですよ。でジョイさんのそのお掃除具合がすごい合うんですよ。すげえいいんですよ。ほんで僕は結局そのマンションを出ることになったんですけど、こうジョイさんは日本語喋れないんです。で僕は出る、でもジョイさんに引き続き新しいマンションもやってほしいから、これを管理人さんに頼んで、で管理人さんが英語で伝えてもらって、でそのまま今僕が住んでるマンションもジョイさんがそのまま来てくれはることがあったんです。だから今もジョイさんがやってくれてあるんです。でたまにジョイさんが例えば体壊しましたとかっていうメールが英語で来るんです。で僕はそれをアプリで翻訳みたいなんで訳して、あ、体ちょっと壊してあんのかとかで、あ、OK ですよとかいうのをまた英語で送ったりぐらいのやり取りはしてるんですけど、これが僕一回もジョイさんと会うたことないんです。5年間。月曜日の11時にジョイさんは毎週来てくれるんです。で僕笑っていいと思うなんで、僕がいない時にジョイさんがやってくれてあるんですよ。まあなね、4月の7日、いいともが終わって初めての月曜日、あーって、そうかと、ジョイさん来る、このままだとジョイさん来てしまう、俺もう2時やけど、もう家出ようと思うけれども、いや、今は出たとしても、まあ、来週も、再来週もジョイさんは月曜日の11時に来ると。どうしようって。掃除できへんしな、ジュニアおったらな。おい、そうなんですよ。どうしようどうしようって言って、でもでスケジュール調べたら来週からはじゃあ水曜日の午後3時からやったら来てもらったら、また俺の仕事の都合でジョイさんに会わなくて掃除してもらえる、来週からは水曜日の午後3時にお掃除をお願いしますよっていうのを、俺のこの語学力で英語で打つのは無理やと、今も会うしかないと覚悟を決めるね、はい、初めてのジョイさん。俺ね、自分のリビングでなんでこんなドキドキせなあかんねんってもうバックバックしてるんですよ。だもうすぐだな、もうすぐだなって、11時に買っちゃって来たんですよ、はい、はジョイさん来たと思ったら、ジョイさんも、あれ靴あると思ったんですよね、あれ靴あるぞ、奥になんとなく人の気配するぞと思ったんですよね、ジョイさんが廊下をヘロヘロシガニーウィバーカー事件の匂いがなんか感じたんやつな、ジョイさんな、ヘロー。あのこれ本当1週間ぐらい前の話なんですけど、はい、僕最近まであの映画の撮影で佐渡島に行ってたんですね、で1週間あって、あの中日あの殺球やったんですよ、僕一人だけ、ほんで、まあ、お昼頃起きて、で佐渡島って初めてやったんで、ええとこやなと思って缶ビール持って、まあ、ちょっとタバコ吸いにちょっとあの海岸のとこ行ってタバコ吸ってたんですよ、で海がこうザーッて言ってて、あ綺麗なとこやなってぼーっとしてたら、向こうの方から80歳超えてるようなおばちゃんと、もうおじいちゃんかおばあちゃんかわからないですけど、そういう老犬ですよね、そういうのちょっと中型犬みたいなのと向こうの方からこうなんか散歩してはったんですよ、で、あーええ光景やなーと思って見てたんですよ、でその犬がおばあちゃんの速さに合わせてるみたいな、なんかすごいいい感じやなーと思って、ああなんかええなー思いながらタバコ吸うてビール飲んでて、でまあ海見てたら向こうから歩いてきてたんですけど、そのね散歩なら、へえ
みたいな声が聞こえてて、なんやろなと思ったら、その犬がちょっと、へっていう変な咳してるんですよ。で、あ、変な咳しとんな、あの犬、大丈夫かな思いながら、タバコ吸いながらまた海見てたんですよ。ほな、またおばあちゃんのゾウリもザッザッてちょっと耳に入ってくるようになって、ほな、また、へぇ、へぇって犬言うてるんですよ。調子悪いな、あの犬を思って。で、ずっとへぇが気になってる、だんだん海よりその犬気になってきたんですよ。ほな、そのへぇってやってる時はおばあちゃん止まってるんですよ。で、またその辺が落ち着いたら、またずーっとおばあちゃんもこう行くんですよ。ほんで、だいぶ近づいてきたんですよ。ほんで、その犬見てたら、もう毛並みも変で、ほんで、もう目やにもドローン出てて、あ、こいつ調子悪いなと思ってて、ほんで、ずっと、へん、へん、へんって言ってて、だいぶ近づいた時に、へん、カッ、カッってなって、なんかバーン出たんですよ。ほんで見たら、なんかちくわがなんかボロボロの切れかけてるようなんやけど、一本のちくわがブラッて出た。ちくわ出た思ったんですよ。あ、ちくわ出たと思って、それが喉に詰まってたんかな。ほんならブラッて出て、ほらその犬がちくわやのにゲボやのに急にやりだすんですよ。で、ゲでもなんかあのうんこした後すんの、こいつをシャーシャーってやりだして、でもシャーシャーやってるおばあちゃんこのままなんですよ。ほんで、その犬がバーッ蹴り終えて落ち着いたら、ほんでまたははもう歩き始めはったんですよ。ほんでその辺やったから、いや、なんやろなと思って、ほんで犬通って喋りかけようかなと思ったんですけど、ちょっとおばあちゃんももうなんかぼーっとしてあったんで、そのまま行きはったんですよ。で、ああ行ったなと思って、何やったんやろうと思って、ちくわ入っとるしなと思ったら、向こうの方で、へんって聞こえたんですよ。で、あ、ちくわやなかったんやの席。そういう話です。ちくわやなかった話。ちくわやなかった話。てっきりちくわや思ってましたもん。ちくわや思ってました。ちくわやと思ってた。ちくわやなかった話。ちくわやなかった話。元からすごいな。短いお話、あの最近なんですけど、まあ僕もツイッターをやってまして、あの村本みたいに、まあ何かしらにふっかけて炎上するとかではなく、シンプルに毎日炎上してるんですね。なんでやろな。だから毎日、まあ朝とかね、おはようってつぶやいたら、みんなからお前は目覚めるなって書いてある。はい、見事よな。はい、で、おやすみって言ったら永遠にって返ってきたり、で、このフジテレビの局でモノマネ番組があったんですけど、モノマネ番組であのラルクアンシェルのハイドさんのモノマネをやったオンエアの次の日、ツイッターがすごいことになってまして、で、まあスマートフォンでこうスクロールしてたんですね。ずーっと悪口が並んでるんですよ。で、どれぐらい続いてんやろうと思ってずーっとスクロールしてったら、そのままスマートフォンの電池がなくなったんですね。それぐらい悪口の量が半端なくてですね。で、兄さんと後輩が、そんなに悪口が来るんやったら、今シズカッターっていうアプリが流行ってるんで、これやってみたらどうですかって言われたんですよ。で、まあそのシズカッターっていうアプリが、ドラえもんのしずかちゃんをモチーフにしたアプリで、まあ嫌な言葉とか悪口をそのシズカッターで変換ってしたら、いい言葉に変えてくれる、静香ちゃんみたいな綺麗な言葉に変えてくれるっていうアプリがある。これめっちゃ流行ってるんで、これどうですかって言われて、まあやったんですね。まあ例えば井上嫌い、静香ったで変換ってやったんです。だから井上将来的に愛すべき存在かもね、まあ嫌な気持ちにはならないじゃないですか。で、例えば井上消えろって言ったら、井上愛を持って生き続けなさい、まあちょっと無理やりはあるけれども、まあ前向きないい言葉に変えてくれるんですよ。ほんだらこれええやんけと思って、ツイッターで一番僕に来る悪口が、まあ井上気持ち悪い、これ一番多いんですよ。なんで、じゃあこれやったら静かったで変換したら気分も悪くないしええやんと思って、井上気持ち悪い静かったで変換ってやったら、井上生理的に不快、もっと嫌な言葉書いてあるんですよ。嘘でしょってなって、生理的に不快、感じがすごいなって書いてきます。今話
なあ、もうしょうがないな。まさか静香ちゃんがサジ投げると思わなかった。あの静香ちゃんかな。余計つらかった。あの小学校6年生ぐらいの時に、はい、まあ、うち5人家族やったんですけど、まあ、男3人ですよ。親父と兄貴と僕と、はい、で、当時って今はまあほらいろんなパンツね、いろいろあるじゃないですか。デザインもカラフルになってきたし、はい、でも僕のそんな小学校6年生ぐらいの時ってもう本当に白のブリーフ、はい、軍勢の白のブリーフみたいなのしかなかったんですね、はい、で親父と兄貴と僕でしょ。で全員軍勢やから結局大中小の真っ白のパンツがあるだけじゃないですか、はい、でおかんが洗濯して、はい、まあ、おかんもそんなもんもう忙しいし雑に親父のタンスに適当に、俺のタンス、兄貴のタンスに適当にパンツ掘り込みますよね、はい、なんもう何度かでしょ、年に何回かやっぱ親父がわしのパンツがないと、はい、わしのパンツがまたないって言って高広のとこ見たら人志のが入ってるし、わしのパンツはどこやみたいなことで、わしのパンツで着れるっていうのがね、年に何回かあったんです、はい、でとうとうそれで親父がもうほんとブチ切れてしまって、はい、で人志マジック持ってこいって言って、はい、でまあうちのお父さんちょっと変わった方なんで、この軍勢のパンツの真っ白のパンツのめちゃめちゃでっかく、はい、お父さんって。お父さん、お父さんとか言ったら、父じゃなくて、父じゃなくて、もうひらがなでお父さんって本当にでかく書いたんですよ。うわー嫌やなーって思ったんです。僕も思春期やったし、で何よりもうちはお風呂がなかったから銭湯なんですよ。お前マジかと、お前それで行くのかと。で僕も当然行かないといけないんですけど、もうそれからやっぱ親父とは一緒の時間はもう避けて、銭湯行くようにしたし、なんなら親父が行く違う銭湯にちょっと先のとこに行ったりとか、してたんですよ。してたんですけど、だから親父がその銭湯でそれを履いてるのは僕は見ることはなかったんです、はい、でも学校行くと友達がね、マッツン昨日お父さん見たで、風呂屋でお父さん見たでっていう。でもそれ以上深くは友達も言ってこないし、僕も聞かないんですよ。ああそうなんやっていうことで。でもまあ他の友達もマッツン昨日お風呂屋さんでお父さん見たでお父さん見たでってこう言われて、で僕ある時ふっと気づいたんですよ。そんなことがある前みんなは昨日マッツンおっちゃん見たでって言ってたんやと。あれを機にお父さん見たでで変わったっていうことは、親父のパンツの擦り込みが半端やなかったよ。擦り込みのこの視覚からの訴えかけが半端やないんやなっていうことが分かったっていうのが。そうなってきますよね。そうなってきましたね、そんな思春期の僕の悲しい話でした。緊張するな、ちょっと待ってね。あ、みんなも水飲んで飲んで飲んで。いや、何の話しようかな、うん、もう短いのにしようかな、はい、ね、もう簡単なの、まあ、うちの奥さん、うん、松本伊代って言うんですけど、まあ天然地は天然なんですよ、まあ、僕長い間、ね、もう21年間付き合ってるんですけど、まあ、子供が小さい時に、まあ、子供って家で落書きするから、はいはい、部屋にガーッて落書きをしてた、はいはい、壁にね、はい、おい何書いてんだよ、もうくったらね絵描いて、こちたら一生懸命働いて家建てて、ね、お前こんなん書かせんなよ、子供怒る、でも子供怒るのもかわいそうだし、はい、ママに、ママこういうのね書かしちゃダメじゃないと、ね、これはさ、やっぱりさ、ここに書いちゃったら、どこでも書いていいと思ったらやっぱしつけになんないから、うん、まあまあこういうのはね、うん、書いちゃダメだよ、うん、いいけどね、だけどあんま一応書いちゃダメなんだよってちゃんと教えなきゃダメだよ、うん、ママって、うん、分かったって、一応ママからいいな、俺が言うとすげえ怒っちゃうから、うん、分かった分かった、じゃあ言ってくっつって話してくれたと思う、うん、で次の部屋行ったらその壁にここに書いちゃダメってママが書いてママ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 まあまあもうね、そんなのこんなネタ山子だよ。もう16だからやもんね。16だよ。ある意味まだ16だから。まあまあいいですよ。東海吉本に僕いたんですけど、そうですね。20年ぐらい前に劇場ができたんですよ。はい、で前の年に実は名古屋に吉本の劇場ができまして、
その時のこけら落とし公演にダウンタウンさんが来られたんですね、うん、でそれは何でかというと名古屋事務所の所長さんがダウンタウンさんのマネージャーだった縁で、そうそうそうで特別にダウンタウンさんが来られたと、うん、で1年後福岡吉本に劇場ができた、うん、当然なんか隠し玉的なそのこけら落とし公演 X 参戦みたいに書いてあって、うん、で福岡吉本の芸人の中でそれはもうさんまさんだと思ってたんですよ、うん、ずっと歴代さんまさんのマネージャーが所長だったんで、うん、福岡に劇場ができたそのオープンおめでたい日はさんまさんが必ず来てくれると、うん、みんなワクワク待ってたんですけど、うん、当日来たのが、うん、ちょうど吉本所属になったデーモン小暮さん率いる世紀末さんがやってきて福岡吉本のこけら公演で世紀末のアコースティックライブっていうゆったりとした、なんて言うんでしょう、まあちょっとね、規模の関係であれなんですけど、まずこけら公演になんで悪魔を呼んだのかっていう問題と、こともあるか規模の問題とはいえ世紀末の良さを全て打ち消すアコースティックライブそうね、ええ、あんまり大丈夫かこの劇場、うん、案の定2年ぐらいで閉館となりましたすいません短い話ですけど、ね、まあそういうこともあるか、僕がデビューした当時まだコンビで活動してたんですけど、ある時、浅草の方で営業がありまして、それはどういう営業かっていうと、僕らとなんか動物マジックの師匠の2組なんですよ。で動物マジックって何なんだろうと思って、で現場についてスタッフさんに聞いたら、動物マジックっていうのはもう体のいろんなところからなんか動物を出すマジックだ、ちょっとすごいなと思って、なんか鳩とか出すのは見たことあるけど動物出すってどんな感じなんだろうと思って、でちょっと面白そうだなと思って、自分たちの出番が終わった後すぐ僕客席に回って見てたんですよ。そしたらその動物マジックの師匠の出番になったんですね。でどんな仕掛けで出すんだろうなって思ってたら、70歳ぐらいの師匠なんですけど、もっこもこで出てきたんですね。もっこもこで、もうこんな感じで動いてるんですよ、なんかもう。もっこもこで出てきて、うん、犬とか猫とか、うん、鳥とかを順番に出してって、うん、で、出し終わったらガリッガリで帰ってきたんですただの入れ物やん。そうそう運んだだけだったんです。3ヶ月くらいこの前なんですけど、大阪で僕ナイトスクープっていう番組やらせていただいてて、はい、でそこで一つのネタでさっき松本さんとちょっと話したんですけど、34歳の男の人で、はい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 、ほんでその人別に男性が好きなわけじゃなくて、でも今まで一回も誰とも付き合ったことなくて、はい、でデートというものをしてみたいと、それ男でも女でも関係なくデートという行為をやりたいという番組に依頼が来て、うん、でその男の人とデートするのが僕だったんですよ。見てた見てた。どうすればいいか分からなくて、ディレクターも分からないし僕も分からないし、どうやったらこの人の要望を答えることができるかということで、でまあロケ中も試行錯誤しながらなんとかロケは撮り終わったんですよ。でも正直頭も使ったし、まあディレクターも他のスタッフも僕も、もうほんと疲れたなってことになって、ロケ終わったの19時夜の7時頃だったんですけど、そこから別に東京に帰れるんですよね。でも今日はもうちょっと飲もうと、スタッフとみんなで、もう結構大変なロケだったからと、ということで大阪に泊まって飲んだんですよ、でスタッフと楽しく飯食っていながら酒飲んでまして、まあ今日のロケの反省とか、あそこもっとこうすればよかったなとか、そういうことでワイワイ飲んでるうちに、まあ違う話にもなるじゃないですか。だからそのディレクターの人結構僕より年上の人なんですけど、なんか飲んでるうちにそこで政治の話で喧嘩になったりとかして、お前なんやねんその言い方みたいなことになり、そんな考えちゃうわとか、そんな分かってないじゃないですかって言って大人とこうものすごく喧嘩になったり、でも最終的には夜中1時過ぎになると、でも喧嘩したけど2人で今日いいロケ作ったなみたいな、よかったよかったで握手していい夜やったなみたいなで終わったんですよ。でその後僕ホテルに泊まるんですけど、いつもなんか局が撮ってくれるのはリーガロイヤルホテルとウェスティンホテルの、まあ、いいとこ2つどっちか撮ってくれて、でも僕リーガロイヤルホテルの方がサウナがあるんで、朝起きてサウナ入って東京に帰りたいんで、あえてそこにしてくださいって言っていつもそっちに泊まってるんですけど、その日はなんか都合かなんかでウェスティンホテルしか空いてないんで、まあ、そこも高級なホテルですからそこに泊まることになったんですよ。で夜中2時過ぎ頃ベロベロで一人でそこに帰りまして、で部屋に入って洋服ももうベロベロだったら全部脱ぎ捨てて全裸でベッドの上にグワーッ寝てたんですよ。そしたらちょうど朝4時半ぐらいにおしっこしたくなりまして、でそのままおしっこ行こうと思っていつものリーガロイヤルに泊まる頭の中なんですよ、構造が、
でもう寝ぼけて酔っ払ってるし寝ぼけていつもこう裸でこうわーって外行ってドア開けてトイレトイレって探してドアバンって閉まってふって気づいたらそれホテルの廊下だったんですよ。で要は全裸でそのまま廊下出てて、いつも泊まるホテルはそのドアがそっち側のドアがトイレなんですよ。でそのまま知らずに出てでも酔っ払ってるし寝ぼけてるから分かんないで初め歩いてて途中で便器がないことに気づいてふって見ると廊下じゃんってなって、でそこからまずどうしていいか分からなくなるんですよ。でそういう時俺自分でもどうすんだろうと思ったんですけど、そういう時全裸でもう全裸でしゃがみ込んでずっと考えるんですよ、こうやって。でまず酔っ払ってるからで考えて次に何考えるかというと、あのまず酔っ払ってるから念を送れば誰か助けてくれるってわけのわからないで、助けてくれ助けてくれって言うんだけど誰も来るわけなくて、でそれで徐々に気づくんですよ。でその時に酔っ払って部屋行ってるから自分が何丸何号室かも分かんないんですよ。あら、ほんまや。もう俺裸で今何やってんだこれと、でどうしようってずっと考えて、もうこれは下まで行くしかないと、いやそれしか方法はないから、でもう一番嫌なのは他のお客とかホテルの人に例えば女でも連れ込んでそれでなんかトラブルあって外に出されたと思われるのが一番嫌なんですよ。でももう行きたい行くしかないからってことでこうやって全裸でこうやってエレベーターの前に一人こうやって行きまして、でもエレベーター誰も会わなかったらエレベーター押してこうやって待ってる時に電話があることに気づいたんですよ。だからこれ電話すればいいんだと。で電話してすいませんあの竹山ですと、あのカンニング竹山なんです、今日泊まってます僕知ってますよねって言ったら分かりますよって、部屋番号何番ですかって1702ですかなんか言って、あ分かりましたって電話切って、まだ頭パニクってるから電話切ったまま1702の部屋の前にこう全裸で着いたんだけど、着いたところで開かないんですよ、鍵がないから。で、ああそうかってなって、またその長い距離を帰らなきゃいけないんですよ、エレベーターのとこまで。でまたこうやってエレベーターのとこまで帰って、でまた電話して、でその時普段使わない言葉がいっぱい出てくるんですよ。で向こう出たら、すいません竹山ですけど、あのすいません今あのちょっとあののっぺきられない事情でですね、あのちょっとよく分からないんですけど今ちょっと裸でよく助けてください分からないんですって言ったら、向こうがどうしたんですか何があったんですか、いや分からないです助けてくださいって切って、でとりあえずここにいてももっとバレるから部屋に行こうと思ってその1702の部屋に帰って、でも人がこう来たら嫌だからどうしようかなと思って部屋のドアに全裸でピタッとこうやって待って、これが一番いいと思って、そしたら向こうから大丈夫ですかって言って、とりあえず大丈夫ですドアーって言って、だから向こうがはいってドア開けてくれて、入った時にもう何も聞かないでください入りますからってドア開けてまで入ってガチャッと閉まったら、ドア越しの向こうにその男の人がおやすみなさい素敵な夜をって聞こえたんだ。違うんだと、こんな夜じゃないんだと、素敵な夜じゃないんだと。いやいやいや、そうなんです。知ってるそれ見たでもそのロケ、はいあきつかったなあれな、きついロケだったんで。ちょっとまあいい酒飲みすぎた、そうやな、それあそこから始まってたの、始まったんです。まあちょっと前に仕事終わって、ええ、ほんで終わって出たらタクシーをね、呼んでくれてはったんです、ほんでその運転手さんがその中座ってもうてたらええのに思って立ってね、後部座席のとこ立って、ほんで俺見てお待ち取りました言って開けてくれはって、はいはいはい、頭お気をつけください言ってこうガードしてもらって、はいはいはい、すいませんで乗ったら、あの閉めさせていただきますって閉めはって、ほんで運転席回って、シートベルトして、何々タクシーの何々ですと、行き先がどこどこって聞いておりますけれども、そこちらでよろしいでしょうか、ね、それうちの家なんですよ、そこから20分ぐらいなんですけど、あそっちでお願いします、あの道順などのご指定ございますでしょうかって、ものすごい丁寧なんです、でいやあの道順お任せします、あそうですか、ではあの発車させていただきますって言って、車内の温度はいかがでしょうか、ああのすごくいいですちょうどいいです、あ分かりました、もしも何かございましたらいつでも何なりと、お申し付けください、でそっからも一切無駄な喋りなし、もうずっと運転に集中、ああなんか気持ちええ運転手さんやなと思って、で15分ぐらいずっと沈黙、あと5分ぐらいで家着くなぐらいで、一つだけよろしいでしょうかジュニアさん、ジュニアさん、ジュニアさん、もう一切僕にも気づいてない感じやったんですけど、一つだけよろしいでしょうかジュニアさん、お、はい、え、なんすか、いや、実はですね、私15年ほど前に飯倉片町にありましたデニーズで、ジュニアさんが一人でランチを食べておられるのを目撃したことがございます、
15年ぐらい前僕あの近所住んでたんですよっつって、うん、あ行ってたんでしょうね多分、うん、そうなんです私もあの実は京都から出てきたばかりで、うん、ずっと関西でジュニアさんの活躍を見せていただいておりましたので、うん、たった一人でファミリーレストランで食事をしてはる千原ジュニアさんに本当に私驚いてしまいまして当時若かったということもありましてああ千原ジュニアんけお前こんなとこで何一人で飯食うてんお前大阪でテレビめっちゃ出てたのに東京で全然テレビ出てんやんけもっと頑張れよと声をかけてしまいましてだいぶ変わったその2ヶ月後にですね、うん、六本木の交差点を女性と歩かれているジュニアさんを見かけまして、うん、もしもこれが大阪例えば御堂筋なんかでジュニアさんが女性と歩いておられると、うん、当時の活躍からもうすごいパニックになるところを、うん、東京ではもう誰にも気づかれず歩いてあるのを見て僕はすごく悔しくて、うん、そこでまたですね、うん、若いというのもありまして、うん、わジュニアンギお前何女連れて歩いてんそんなことお前完全に東京進出失敗してるんけもっとテレビ出ろよと声をかけてしまいまして本当に申し訳ございませんいや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 あんたの本質そっちやろ脱げ脱げやその猫今が絶対嘘やもんな絶対嘘や落語上手すぎるやろすごいよな上下がじゃあ僕はお母さんの話お母さん、はい、ちょっとあの僕のおかんですねまあありがたいことなんですけど、うん、すごく僕のことが大好きなんですね、うんはい、まあ好きすぎるというか、はい、まあ今こうテレビ出させてもらってても、うん、まあどちらかというとこうわって悪口言われる方が多いですけど、うん、それでもまあ録画とかも全部撮ってくれてそれも全部見てくれてるようなおかんなんですけど、うんまあ、学生時代中学生の時とかに、うん、中学の時に初めて一人部屋というものを持つようになったんですよ、うんうんうんその時やっぱり中学生思春期の頃なんで、うん、見られたくないものも部屋にはたくさんあるじゃないですか、うん、あるあるあるで何回言っても勝手に入って掃除してたりするんですよ、うん、でだからエッチな本とかもね見えないように僕は隠してるわけなんですけれども、うんうんうん、勝手におかんが入って掃除してバックナンバー順に並べてたりとか、うん、いや一から綺麗に並べんでええねんとか、うん、このエッチな本を出したまんま、うん学校に行ってしまったことがあったんですね、うん、中学校の時にでうわ最悪やと思って帰ったら、うん、そのエッチな本の横に置き手紙が書いてあって、うん、ゆうすけへと僕ゆうすけって言うんですけどゆうすけへこの写真に載ってる女性よりお母さんの方がまだまだイケてませんかみたいな書いてあるんですよ、まあ、それぐらいまあ僕のこと好きなんですよそのそういうちょっとまあきついのはきついですきつい、はい、きつい、まあ、きついとは思うんですけどでもありがたいじゃないですかただそんな愛してくれてるのはねで一番嫌やったのが高校生の時に初めて彼女ができたんですよ、うん、で彼女ができて、うん、今まではずっとあの電話ボックスに行って電話をしてたんですけど、うん、我が家に初めてコードレスの電話が来るってなって、はいはいはい、で親機と子機に分かれるんで、うん、子機で自分の家でこう電話ができると彼女とでまあコキでこう彼女と電話してたんですよねでも初めての彼女なんで、まあ、ちょっと歯の浮いたような好きまあ何ていうんですか今から会いに行きたいわとかまたどこどこ行って抱きしめたいねんとか、まあ、そういう会話をねまあやっぱり初めての彼女ですからしたいじゃないですかでその会話をおかんが親機で全部聞いてたんですよあの昔のコードレス電話って親機で聞けたんですよ全部聞いてて、はい、でその彼女と電話をしてまして、はい、まあ最後切り際に、うん、ちょっと好きって言ってや、うん、彼女に対してねで「いやや恥ずかしい、うん、好きって言ってや」じゃあ「いややって恥ずかしい」みたいなやり取りを、うんまあ、何ラリーかやって、うんうんで電話を切ったんですよ、うん、で僕2階の部屋やってね2階から1階のお風呂にバーッと入ろうと思って1階に降りたら、うん、おかんが僕を呼び止めて、うん、ゆうすけお母さんはゆうすけのこと好きやでって言われたんですよ、うん、めちゃくちゃ聞くかったよそれは全部聞いててそんなこと言われると思ってなかったんでそれは辛かったですね気持ち悪いあのこれ僕高校2年の時の話なんですけどあの高校2年の初めぐらいにあの全員でこうなんか麻雀打つのが流行ってたんですよ、はい、んでなんかルール教えてもらってやっと打てるようになってじゃあ4人で打とうか言うてほんで友達の家であの麻雀してたんですよで友達、まあ、実家じゃないですかほんで静かにこうチャラチャラ夜やったからこうあんまり音ささんようにとかしてほんでずっとやってて
で結構やってたんですよ、長い時間で。その間にみんなトイレ行ったりとかね、なんかいろいろしてて、ほんで、夜中3時ぐらいですかね、あのもうちょっと帰ろうかみたいになって、ほんでこうこたつでやってたんですけど、冬やったんで寒かったんで、でこたつでやってたんですけど、で出ようかって言って出た瞬間になんか何やこの匂いってなって、天草ってなったんですよ。あの天草ってあの何ですかね、あのちょっと甘みがある天草っていう、何やこの天草いのってなって、ほんでみんなでこう開けてそのめくったら天草ってなって、何やこの匂い、何やこの天草いのっていう。ほんで友達が足に言って、俺や天草いのって甘草ってなって、ほんで、あお前け言うて、に言って甘草って言って、ほんで、あうわ、なんやこれ言ってたら、うん、その遠い目におった友達も、うん、俺も甘草ってなって甘草ってなって、ほんで全員に言ったら全員が甘草ってなって、なんやこの甘草いのって言ってたら、その家の友達があってなって、おじいちゃんの家がよ、あの部屋が横やったんですけど、おじいちゃんのとこ行って、おじいちゃんって言って、おしっここぼすなよって言って、ほならすまーって聞こえてきたんですよ。で、しょんべんって言って、で、この甘みない、と臭いのは分かる、臭いのは分かると、でもこう甘みない言ったら、ちょっとこの甘み何言ったら、その友達が、いや糖尿やねんじじい、糖尿の甘みこんな甘さなんのっていう話。あー俺も嗅いだことないけど、そうなんや、むちゃくちゃ甘くさい、また温められて、ありがよるとか言うもんね、おしっこにね、検索ワード甘くさが上がってくる。15、6年ぐらい前に、はい、地元に大きい病院があって、うん、でその親戚のお見舞いに行ったんですよ、うん、そしたら、まあ、ロビーで待ってたんですけど、でそこのロビーに、まあ、おじいちゃんおばあちゃんたちがこうたくさんいて、そこに白衣を着た、まあ、60過ぎぐらいの、まあ、院長先生的な人がバーって歩いてきて、うん、でなんかそこにいるおじいちゃんとかおばあちゃんとかに声をかけてるんですね、どう具合どうとか言ってたんで、それをなんとなく見てたんですよ。そしたら奥の方からそれも60過ぎぐらいのちょっと不調さん的な看護婦の方がブワーッと走ってきて、おじいちゃん何そうやって勝手に白衣持ち出してっつって、そこで揉み合いになったんですよ。要は勝手にそのおじいちゃんが白衣持ち出して院長先生をコスプレしてそこで見てたんですよ。でもおじいちゃんそこで譲らずに、うるせえなこの野郎とか言ってうわーって揉み合いになって、わどうすんどうすんどうすんのって思ったら、奥の方からまた50過ぎぐらいのまた不調さん的な人が来て、また二人ともそうやって勝手に白衣着てっつって二人とも連れて行かれたんです。何それ、二人ともそうだった。うわ完璧小説。すごい、すげえなあ、奥深いな、奥の深い話だな。まあ、僕らこうよくしょっちゅうマネージャーが変わるんですけど、僕に何年か前についてたマネージャーが竹林っていうマネージャーなんですけど、まあほんで吉本のマネージャーってこうできる人もおれば全然できへんっていうか仕事ができへん人もいるんですけど、その竹林は僕が歴代ついたマネージャーの中でももうナンバーワンのミスターパーフェクトなんですよ。だからもうノーミスなんですよ、全てノーミスで終わらせるという完璧なやつなんですよ。ただちょっと過剰に真面目なところがありまして、例えばまあ入り時間とかの連絡がメールできたら、11時日テレ昼なんです、出演南原清隆かっこうっちゃんなんちゃん、これいらんやろみたいな、相方内村てるこれいらんでもた、ただもうめちゃくちゃ完璧に全てを完璧にこなしたやつなんですよ。だからもうその連絡とかもちゃんとするし、言われたこともちゃんとこなすんですよ。でその当時僕らと木村雄一さんのマネージャーやってて、木村雄一さんでキム兄って結構こうまあ言ったら細かいというか、ちょっとミスしたら怒られるっていうのがあるんですけど、竹林はノーミスでずっと来てたんですよ。木村さんの全ての
言われたことを完璧にこなしてたんですよ。珍しい。でもこのままパーフェクトで木村さんのマネージャーを終えたいという竹林の気持ちがあったんですよ、うん、である日、うん、木村さんが仕事終わって帰る時に、うん、明日虹入りやなっておっしゃったんですよ、うん、でも木村さんって普段結構声のボリューム下げ目なんですよ、はいはい、ちっちゃいですちっちゃいです、はい、で竹林は何て言ったかちゃんとわからへんかったけど、うん、とりあえずはい返事したんですよ、うんはい、ほんなら次の日ほんまに2時入りやったんで、うんうん、ノーミスで終わったんですよ、うんうん、でも竹林は、うん、木村さんが明日2時入りやな、はいって言うたと俺は木村さんから何か明日頼まれたぞと、うん、でもはいって言うてしまった、うん、でももう一度電話して聞き返すのはこれは できないぞと、うん、聞き返したら完璧じゃなくなりますから、うん、聞き逃してたらノーミスで来たからな、うん、なんて言ったんだろう、うん、明日2時やな明日はじいやな明日はじいやな明日ネジ持ってきてや竹林の中でじいが結構強かったらしくて明日ネジ持ってきて木村さんは明日ネジがいるんだってなったんですよ竹林は木村さんにネジの形状を聞くのを忘れたとネジもいろいろあるからなサイズ感上のところどんなネジを買ったらいいんだ木村さんはどんなネジを欲しておられるんだ聞き返せないでもネジを持っていかなければということでホームセンターに行きましてありとあらゆるネジを返してまして次の日ポッケパンパンなんですよネジでそっから木村さんはネジ注文しないんですけど竹林はいつネジを言われるか分からへんから常にポケットにはネジが入ってるんですよで木村さんに竹林って言われた瞬間もうネジをこうバーッと全てのネジを検索して今日もネジはなかった明日もネジはないのかって言って結局やめるまでネジは使われたすごいなすごいなすごい声な。はい、で今何してんの？今大阪で、カオスボタン師匠のマネージャーを完璧にこなしてます。だからその僕のマネージャー変わって大阪行くときに、良ければ好きなネジを。今回ここにしに来たと。言ってもいい。言ってもいい。どうしてもこの話をしに来たんです私は、うん。あのね、うん、前回の、うん、あの滑らない話出してくれた時に。オンエアが終わった後にすぐに、うんツイッターが炎上しまして、その中で一番多かったコメントが、うん、あの星が出た時に僕は手を挙げたんですよ、うん、それを僕は全部で、まあ、その2回星出て、うん、2回とも手を挙げたんです、うん、それによって他にも喋れない人がたくさんいて、うん、それに対しても腹立つ滑らない話ファンの方が多くて、うん、なんでお前が星で手を挙げんだみたいな、うん、他の人にも譲れよみたいなことを結構言われたんですよ、うん、ただねこれちょっと言わせていただくと、うん、それは滑れない話の収録の3日前に、うん、木村雄一さんにご飯に連れて行っていただいたんですよ、うん、でそこで、うん、村本よと、うん、俺は滑らない話で星が出た時に、うん、手を挙げへん後輩は腹立つと、うん、あそこは若手やったら俺が全部行ったるってぐらいで手を挙げなあかんと、うん、っていうことを言われたんですよ、うん、だから炎上するんやったら木村さんのツイッターが炎上すべきやと僕は思うんですよ書き込むなよ木村さんが言ったんですから僕は言われただから言ったんですよその話知らないからねほんで2個目がね2個目聞いてないよ何なのそれじゃ炎上いやもう一人いてんやんそういうことじゃなくて、うん、この炎上した理由の2個目ですよまた炎上するぞそこ理由の2個理由は何個かあんねんな全部3つあるんです、うん、でその2個目が3つあるの3つあるの聞いてなかったもんな腹立つですよ2個目がねなんかそのお前はとりあえず面白くないと、うん、あんなもん見せるなみたいな、うん、でめっちゃ怒られたんですよめっちゃ怒られたただ、うん、あれは、うん、その編集で出してるということはもう OK ということじゃないですか、うん、僕はただ喋っただけじゃないですか、うん、ね、うん、でこのオンエアをした AI 人がね、うん、あの佐藤さんっていう方がやってらっしゃるんですよ、うん、ツイッターやってるんですだから佐藤さんのツイッターが僕は炎上すべきだと思う泣き込むなっていや佐藤さんがOK 出して出したわけですからで、ね、最後が最後サイコロの、ね、数が出過ぎだと、うん、もう出過ぎに限っては、うん、もうこれはもうしょうがないことじゃないですか、うん、それはもうこの台と、うん、このサイコロの相性の問題じゃないですか、うん、で調べたらこの台を作ってるね、うん、メーカーがあるらしいんですよメーカー、はいうん、そこの社長が炎上すべきと僕は思うんですよでこれを僕がね言ったことに対して、ね、その前回のツイッターでまあいいけどな
どうせお前はこれが最後の滑らない話だからなということをいっぱい書かれたんです。ご愁傷様、最後の滑らない話お疲れ様でしたって書かれたんですよ。でも現在僕今ここに出てるじゃないですか、うんうん、出てるよ。だからそれ書いた人見てたらちょっと一言だけ言わせてもらっていいですか、うん、俺の勝ちやの俺の勝ちやのそれを言いたかったんだ。何やねん今の話、そんなに勝ってないけどまあ、すっきりしました。まあまあ、すっきりしました。よかったよかったよかったね、よかったね。いろんな世の中、いろんな事故がね、うん、あるじゃないですか、うん、ね、いろんな事故があって、でも事故には会いたくないなというね、うん、ことを思うんですよ、ね、でいろんな事故があって、うんうん、例えば人と会話してても事故ることがあるじゃないですか、うんうん、なんで今それ言うてもうてみたいな、うんうん、ね、これ偶然のね、うん、アクシデント、うん、これあのダジャレ事故がね、ありますね、ダジャレ事故が、ね、あって、例えばね、そんなつもりないんですけど馬肉食べてうまーとか、あー事故ってるなーってこうね、うん、思うんですよ、うん、で後輩なんかもよくね、あの、うん、あ兄さんタバコすいませんとか、はいはいはい、すいませんやんっていうね、まあ、事故ってあるなーと。でも それをそうは言いません。僕はただただ気になるだけで、うん、ね、うん、あ今事故にあったなーとか、うんもう自分がもう正面衝突したことがもう忘れられないです、うん、で、うん、気をつけてるつもりなのに、うん、これはね松本さんも一緒にいたと思うんですけど、まあ、ある、まあ、テレビ関係者でもう辞めはった人が、うん、こう喋ってて、その人が、最近ちょっとこの男性としての元気がないんやと、うん、あらね、ほんでまあそういうところで、こう処方していただいて、はい、そのお薬を飲んで元気にしてるんやみたいな話になって、普通の元気のない人たちはまああんなも半錠やと、ね、一錠半分割ってで元気が出るのに、これはもうジュニア二錠飲まなもうあかんねんって言われた時に、それは立ち悪いっすねって言うてもうこれがね、わざとならポイントですけど もう偶然の場合はこれ事故です。もう顔真っ赤っかです俺、うん、なんでここでそれ言うのみたいな、ね、でまあのいろんな人も事故られて、あ事故ってあるな、あ、うん、俺松本さんが今ちょっとこすったなっていうのを覚えてます、うん、温泉行って、はい、近所の酒屋で高い日本酒買って飲んで、おいしいなジュニア、おんまさんうまいなうまいな、こんなもん言って松本さんが、こんなうまい日本酒うちの親父一生飲まれへんやろなって、うん、そこで一生はちょっとこすってあるなって、でもそれ言われへんし、今こすりましたねとは言われへんし、はい、みたいなことがこうあるよ、あるあるっていうダジャレ事故ある。だから一方で、うん、T シャツ事故っていうのがありまして、ほう、まあ、簡単に言うと例えばなんで今日それ着てきたんだよね、ディズニーランド、うん、キティちゃんの T シャツで、うん、もうネズミ逃げ惑うでみたいなことがね、うん、あって、後輩と毎年あの沖縄行くんですけど、うん、ほんなんなんでそれやねんみたいな、後輩が、うん、グアムって書いてある当てつけかと来年こそはかたまたまなんやろうけどね、昔、うん、あのまあ、賭博で捕まり合った野球選手の方が、うん、家の前でインタビュー受けるみたいな時に、うん、トランプの柄なんですよなんでそれ来たインタビューあんのにもうね、自分もあります、うん、最大の T シャツ事故があって、それこそ十数年前にヒロミさんが司会やってはったんですよ、特番かなんかで、ほんでね、我々あのベトナムでロケやって、それを中継でつなぐみたいなのがあったんですよ、で、あの東京のスタジオはヒロミさんがいてはって、うん、福留さんとヒロミさんがやってはって、ほんでその時にベトナム初めて行って、なんだかんだで向こう安いんで、うん、T シャツをね、バッと買ってきて、うん、でね、一時俺着てたんですよ、赤で、黄色い星のベトナムの国旗の T シャツなんですよ、それ来て歩いてて、家の近所にベトナム料理屋見つけて、あ、俺美味しいから、うん、あベトナム料理好きなんで行こうって入ったんですよ、うん、入ったら、店員のユニフォーム全員その T シャツ、ベトナムのベトナムの国旗のってなって、もう俺入ってもうてるから、うんうん、座ってるし、うん、ほんで出てくる店員、出てくる店員厨房からコック出てきてクッてなって、ほんでまあもう
帰られへんから頼んで食べてるんですけど、これただのまかない食べてるあれですよ。こんなどえらい T シャツ事故あんのか、ね、そっからこうやっぱ僕はあの無地の T シャツに被らないようになんとかこうしていくようになるんですけど、そんなまあいろんな事故があるなと思う中、この間初めての事故を目撃しまして、リズム事故、リズム、完全なるリズム事故、シャレシャレの居酒屋さん行って、個室の何人かで行きました。見てたら、あ、これとこれとお願いしますとか、店員さんに、あ、かしこまりましたとか、サザエのつぼ焼きがと、あ、俺好きなんで、あ、サザエのつぼ焼きありますか、はい、ございます、あ、人数分ありますかね、あ、ご用意できます、あ、じゃあお願いしますって言って、やってほんでまあ来て、だんだなんだしてたら、店員さんが来て、そんなつもり全くないんですけど、はっきりとサザエでございますサザエでございますって言った瞬間、自分の声が耳入ったんでしょうね、顔真っ赤っか言わんとおかんしね、それ、なんかね、そうやな、違う会の名前言うわけにもいかんない、ね、サザエのつぼ焼きまで言うてくれって思って、それをなんか丁寧めにもやってはるし、若手時代の話なんですけど、はい、あの若手の時にね、名古屋で、あの名古屋の芸人と肝試しロケみたいなのがあったんですよ、そのお寺がですね、あの人形供養してるお寺で、すごい数の人形がもう皆さんが持ってくるんですよ、怖くなって、それ本当にあの髪の毛が伸びる人形とか、あの顔の色があのちょっと黒くなって目つきが悪くなってフランス人形とか、そういうの本当にいっぱい集められてるお寺で、あの肝試しをするっていうロケなんですね。でまあそれも怖いけど、一応まあノリでわーってやるじゃないですか、ほんまに怖いんです、その、あのちょっと涙流してる人形とかもあるんですよ、でもまあ若手やし一応言われた通りやるじゃないですか、ほんなら住職さんがまあ終わった後に、いやこういうのはお祓いした方がいいですよみたいなことになったんですよ。でも若手なんでそのケアもないんですよね。で人形っていうのはそもそもそういう念がすごく入りやすいもので、子供が可愛がったりしたらそれが魂が全部人形に宿るから、ちょっとあんま危険ですよみたいな話されたんですよ。でも本当は分かってないんです、そんなことスタッフもしてくれないし、もう終わったら帰りましょう言って、名古屋のホテルに、僕が泊まるホテルに移動してたんですよ、ロケバスで。ほんであのスタッフの一人が、陣内さんどこのホテルですかって言われた時に、あ、どこどこのホテルですって言ったら、ちょっと顔色がちょっと曇ったんですよね、スタッフの人が、名古屋の、あれなおかしいなと思って、何ですか何ですかって聞いたら、僕が泊まるホテルが結構有名な出るホテルだと、名古屋ではもうなかなか有名なホテルなんですよ。いやそんなこともあって、これちょっとでスタッフの人も、いやちょっと大丈夫ですかねみたいなことあったんですけど、若手なんでホテル変えてくれなんか言えないんですよ、ましてやマネージャーもついてきてないし、自分一人で行ってますから、で嫌やなと思ってホテルの部屋に入ったら、もう案の定薄暗い明かりのちょっともう怖い感じなんですよ。ほんでこういう時ってなんかね、あの額に裏にお札が貼ってやったらもう幽霊出るからっていうのに聞いたから、その見よう思って、ほんでもう額がね、その額の絵が髪の長い色の白い女の人が裸でブランコを立ってバー越えてる写真なんですよ。そういう絵なんですよ。それがもうその際怖いんですよ。もうほんまうわーなって、色白でブランコ立ちこきしてるんですよ。もう普段見るまでもないと、こんなもん怖ったなと思って、もう怖いかも、早寝よう思って、あのシャワー浴びて寝よう思って、お風呂場開けて、であのシャワーも古いやつでね、あの赤と青のお湯と水で自分で調節するやつなんですよ。ほんでもうとりあえず赤のお湯のバー出しても、その勢いがね、こうブルッブルッみたいな怖いやつなんですよ、ブルッって言えて、ほんで全然あの 冷たいままで熱くなるまで時間がかかるんですよ、結構。で、あのこの時間の待つのも怖いから、それでビールを買いに行って、シャワー浴びたらビール飲んで寝たろうと思って、ほんでお湯をもう全開にしてビールを買いに行ったんですよ。怖い、もうビール買って1本買って帰ってきたら、お風呂場がドン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 ドド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 ーンって言ってるんですよ。僕も完全にあの髪の長い裸のやつが暴れてる、魂が入って、もうお風呂場で暴れ倒してると思って、もう出たー思って、どうしようもないから、もう風呂場バーン開けたら、お湯の勢いでシャワーがバーン暴れ回ってた、ブワーンって、ブワーン、あのどんどんシャンプーリンスなぎ倒して染めよう思って、ものすごい熱湯やから熱くて、その日いつもよりぐっすり寝れたっていう話。
その聞いてるからその怖いシーンが入るっていう怖い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 よね。それ怖かったですね。まあよかった。でもそれでね、何もなくて、逆に何もなくて逃げ出したやろな。さんとかはもうないと思うんですけど、やっぱ我々ってまだまだ番組ってアンケートを取られるんですよ。あーやってるねみんなね。でもアンケートがもうしつこいんですよ。はい、この前あったのがスパゲティナポリタンの特集だと思うんですけど、もう5ページぐらいあって、ナポリタンを知ってますかから始まるんですよ。でナポリタンは好きですか、ナポリタンをどう思いますか、ナポリタンの代わりになるものといえば何ですか。で最後の方にはナポリタンを食べると初恋の人を思い出すといったようなエピソードはありませんか。ありますね。しつこいんです。それの最終形が一昨日来たんですけど、とある番組のアンケートで、家族やマネージャーにまだ喋っていない秘密があったら教えてください、来たんですよ。僕が言うのもあれですけど、何様のつもりか教えるわけがないでしょ。お前らは 何者だ、はい、で福岡系のも多いんですよ。福岡の美味しいお店を教えてください。最初そうだったんですけど、うん、もうだんだん福岡でまだ紹介していないお店を紹介して、うん、福岡でまだテレビに出ていないもの、うん、福岡でこれから流行るもの、うん、いっぱい来るんですけど、僕博多花丸大吉ですけど、もう上京して9年になるんですよ。もう正直もう知らないですよ。だからもう僕ほとんどそういうのはもうグルナビで検索してるんですよ。もうどっかで言いたくて今日言わせてもらいました。もう信用しないでください我々の。俺でも言われるもん、大阪行く、今度行くんですけど美味しいもん知りませんかって。俺もう20年以上行ってないからね、ある意味仕事でぐらいしか知らんっちゅうんですよね。そうですね、まあ、10年ぐらい前、まだ若手の頃ですね、3、4年目ぐらいの時の話なんですけど、まあ大阪でまあベース吉本という劇場に出てたんですけど、その時にまあいろんなまあ雑誌がありまして、そのベース吉本という劇場であの皆さんに配ってる雑誌があって、でまあそれでいろんな写真を撮っていただいたりしてたんですよ。でその中で有名なカメラマンさんがいらっしゃって、あのすごく愛の手っていうんですか、この写真撮ってる時に言葉をかけてくれて、すごい僕らの気持ちを乗せてくれるカメラマンさんがいたんですよ。普通に写真撮ってても、うわ、井上さんかっこいいですね、決まってますねとか言ってくれて気分上げてくれたり、例えばなんか面白ポーズやってくださいみたいなのあるじゃないですか。でまあ普通にこうわーっていうポーズやったら笑いながら、いやめっちゃ面白いじゃないですか井上さんみたいな、すごく僕らの気持ちを上げてくれるカメラマンさんがいらっしゃって、で一回セクシーな写真を撮りますと、僕で、でまあスーツのズボンを履いて上裸でその上にジャケットを羽織るみたいなで写真を撮りますっていう時があって、でそのカメラマンさんが来てくれて撮りながらも、うわ井上さんすごいセクシーですね、すごい決まってる、これかっこいいなみたいなことずっと言ってくれるんですよ。やっぱりちょっと乗ってくるじゃないですか、気持ちの上で。だからこうジャケットをバッて脱いで裸を見せたりしたら、いやいやらしい、すごいいいねみたいなことずっと言ってくれる。でまだなんかこうギュッと抱きしめるポーズとかをしたら、いやこれなら俺も抱きしめられたいなみたいな、ずっといろいろ褒めてくれるんですよ。で褒めてくれて褒めてくれて、どん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 気持ちよくなって、最終的に僕こう下舐めずりっていうんですかってやって、こういうポーズなんですよ。でその瞬間にカメラマンさんが、うわそれ気持ち悪いって言ってた。それは分かった、商売道具カメラ捨てよ。なかなか嘘でしょってなって、それ気持ち悪い。最後の最後捨てられたんや。はい、ちょっと前に新幹線乗ろうと思って東京駅に一人で行ってたんですよね。で両手に僕荷物持ってて、荷物塞がってる、あ手が塞がってる状態でこう新幹線待ってたら、うんうん、僕の前に2人おばちゃんが電車待ってたんですよ。でパッて僕の方見て、あなんか芸人やんなみたいな、はい、何やったっけ、あサバンナですサインちょうだい、何やったっけの時点でいるかとは思ったんですよ。そうでもね、でもまあまあはあなって思ったんですけど、うん、両手塞がってる、うん、もう僕のことをいまいち分かってない人や、うん、ああっていうのが言ってないですよ、言ってないですけど、うん、一瞬顔に出たと思うんですよ。出たんかな、今そんなサインああみたいな顔出た、うん、ちょっとだけ出たと思うんですね。ほんならそのおばちゃんが、うん、やっぱいらんわ好きちゃうから、そんなこと言われることある？と思って。
でもまあしゃあないわ、まあしゃあない、しゃあないことないけどしゃあないと思うと思って乗ったんです。乗ったほんなら、うん、たまたま、うん、僕の後ろの席やったんですよ、そのおばちゃん2人が、うん、でうわどうしようと思って、でも後ろに、うん、そういう人らがいるというストレスを抱えたまま2時間半大阪まで行くのはこれきついなと思ったんで、うん、解決しておこうこのわだかまりをと思って、うん、わって僕のあの後ろに向かって、あ、さっきすいませんでした、サイン先できなかったですけど今やったら全然できるんでやりますってこっちから言ったら、いやだからいらんって好きちゃうからはなんじゃこのおばあ二人やどうしようってなったんですよ、こんな腹立つ人おるとか。でもう僕はなんか復讐したろうと思って、なんかないかなと思って、ただ言い返して大きい声出すも違うし、なんやねんとかいうキャラでもないし、なんとかこのおばはん二人を懲らしめる方法ないかなと思って僕が思いついたが、意外なタイミングでリクライニングを倒すしかないもうこれしか俺に残された復讐の方法はない。びっくりしよるからな、はい、だからそっから僕はもう移動の車中でずっと、ま、車窓に浮かぶおばちゃんのお茶の蓋が開いたまま置かれるかどうかだけを見てるんですよいつやいつや、ほんなら名古屋過ぎたぐらいで蓋を閉め忘れておいた、今やグイーン倒したらかすりもしませんでした新幹線のリクライニングの角度ようできたんよそんなガタンってなれへんしな、ならないですよ、うんそう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 、昔はちょっとあんだったんやろな、綺麗にやあるある腹立つな。うちの相方博多華丸さんってカビラ J さんのモノマネをはい、はい、されてるんですけど、このワールドカップイヤーってもうカビラさん需要がものすごく高まるんですよ、うん、そりゃそうだわ。でも冷静に考えたら華丸さんがモノマネするまでカビラさんってあんなにムムって言ってないんですね、まあ、ちょっと誇張したからね、はい、華丸がムムって言うとカビラさんも負けじとムムってきてこうもうお互いがお互い相乗効果でものすごい今忙しいんですよで実は僕ら福岡で CM3 本やらせてもらってるんですけど、JA バンクと HIS とあとパチンコ屋のプラザっていうやってるんですけど、僕と花丸で出てるんですけど、最後の決め台詞は花丸の JA バンクと HIS でハワイに行くとプラザムムなんですよに、あの楽天カードの CM がガンガン流れて、今カビラさんどんどん出てますから、今福岡県内にムムが溢れかえってる、はい、めっちゃみんなやるな。そんな中あのカビラさんとここまで行けるんならということか知らないですけど、この前花丸さんピンで沖縄の仕事が入りまして、ようよう聞いたら DJ の仕事だと、うん、DJ なんかやったことないですよあの人、何っつったら、ようよう聞いたら、ジョン・カビラさん、カビラ J さんのお兄さんがやっている DJ イベントが、ジョン・カビラさんが出れなくなってカビラ J さんにオファーしたんですって、だからカビラ J さんも出れなかった、出れなかった、じゃあ博多華丸でいいんじゃないかって違う、全然違う、すごいな、英語が一言も喋れない華丸さんが呼ばれていて沖縄県中を敵に回したもう全然違うねんけどな、はい、後輩がね、後輩が、まあ、先輩はもちろんですけど後輩もいっぱいいて、あの、まあ、しょっちゅう遊んでるやつに網本っていう後輩がいるんですよ、はい、もう皆さんあんまそのご存じないと思うんですけど、でこの網本というのがなかなかの仕上がり でこの網本を一番分かりやすく説明するエピソードは何かなと考えたところ、何年か前の夏にスイカ割りしましょう言ってスイカ持ってきて、ここでやりましょうか言ってドーン置いてスイカがパッカーえお前マジかみたいな、もうすごいです、もう物は一切知らないです、例えばそのことわざとか、うん、じゃあ網本あのカッパの川流れ、うん、なんすか、いや初めて聞きましたいやカッパの川流れっていうことわざあんねんけど、うん、知らないっすね、じゃ あの何やと思うねん、うん、川にカッパが大量に流れてきて、うん、これはどうやら不吉なことが起こるぞという前触れっていうことわざじゃないですかおあそうか、あそう、
ほんならぬかに釘、それは知ってますわ、それは知ってます、あのぬかの中に釘があって混ぜてたら怪我する、だからどんなところに危険が潜んでるかわからんっていうことわざですよ。おーきついなー、なかなかやな。こけつにいらずんば、こじを得ずは、ラズンバ。あ、そこ取っちゃうんだ。ラズンバ取っちゃうんだみたいなねやつなんです、ね。ご飯屋さん行って調味料 SP 書いてるから、ありがとう、この S 何、それ分かりますよ、塩ですよ、おお、塩の S ですもん、あ、塩の S なんこれ、ほな P は、七味です、ピリッとの P なの、怖い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 みたいなんですかね。もうそいつと普段もしょっちゅう銭湯行ってお風呂入ってサウナ入って水風呂入ってでお風呂入ってサウナ入って水風呂入ってみたいなのを何セットか繰り返して出るみたいな。宮古島、沖縄の宮古島に旅行行って、ほらそこにサウナもあって、露天の温泉ができたんでそこ行こうっつって行った。ほんで露天でお風呂夕方入ってたらもうめちゃくちゃ綺麗なんですよ。でも夕日が、うわええなー、サンセットやなーって言うたら有本が、2セットにしましょう。怖い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 、2セットにしょ言うて、もう気にせずに、ね、もう範囲内ですから俺は、あ、せやな、2セットにしょ、暑いしなー言うて、そんな有本とちょっとこの間寒い時期にとろろ鍋食いに行こうって言ったら、ね、その有本さん、悪やと思ったらしいんですよ。鍋の中のとろろ全部捨てました。持ち味ゼロ。怖いわ。すげえ。ただの鍋。怖いな。まあでもよかったよ、吉本入ってな。そうですね。生活って無理やで。うちの事務所にですね、まあ、大先輩のブッチャーブラザーズさんって人がいて、で年の頃で言うと60枚ぐらいの、はいはいはい、でもそのブッチャーさんの話なんですけど、ブッチャーさんって今で言うとそうですね、出川さんみたいな感じの方ですごいみんなから好かれてて、ちょっと天然って言われるとこもあるような、ちょっといじられる、はい、いじられてもいるし、で、まあ、例えば草野球とか行って、ブッチャーさんがこうベンチで見ててピッチャーがすごくダメだったんですね、その日、だものすごいベンチから怒るわけですよ、何しとんねお前は、そんなピッチングでって、もう変われっつって、俺が投げるっつってマウンドで1球目投げたら肩外れるとかそういうことばっかりある人なんですけど、それブッチャーさんとですね、うちの亡くなった相方中島は仲良かったわけですよね。なんで中島のお葬式の時に、あ、もうありえないことが起こってしまって、それ大体お葬式終わって次に火葬場ってところに行くじゃないですか、でそこに大体みんなバスとかで行くんですけど、火葬場に着いたらブッチャーさんが来てないってことが分かったんですよ。でその日なんかそういう人間のお葬式っていろいろこの日にちの問題があって、実は混んでる人があるんですよね。でその日偶然火葬場が混んでて4つぐらい役とかあったんですけど全部混んでたと。でブッチャーさんどうした、ブッチャーさんどうしたって言ったら、ブッチャーさんお葬式終わってちょっといろんな人と喋ったからバスに乗り遅れてると。んで今タクシーを飛ばしてこっちに来てると。でこっちに来てるとこっちももう役手前だぞと、どうすんだどうすんだって言ってる時に、向こうの方でですね、僕らが一番端っこで一番手前から家族、違う家族が全部焼き場にいるんですけど、一番向こうが入り口だったんですよ。だそこでブッチャーさんが泣きながら、中島中島って泣きながら入ってきたんですよ。だから遅れてきた、間に合った間に合った、ブッチャーさん来た来たってこう見てたら、一番手前の絶対全然知らない家族の悲しみの輪のところに人をかき分けてブッチャーさん入ってって、中島中島っつって人の中でブッチャーさん見えなくなったんですよ。だからおそらく全然知らない人の顔向けの顔を見たと思うんですね。顔を見た瞬間に向こうの真っ赤から大きな声で、誰やこいつって声したら、誰やこいつですって、って、でそこで僕らもこれダメだと思って、ブッチャーさんブッチャーさんこっちですって言ったら、さっきまでゴンゴン泣いて入ってきたブッチャーさんが僕らの顔を見つけたら満身の笑みで、間違ったー走ってきたっていう、困った人やな、面白い先輩、面白いけど困ってるね、困った先輩、困ったわ、不思議な人おるわほんまに。バイキングっていうバイキングありますよ、番組ね、お昼金曜日やらせていただいてて、でそれの一発目の、生放送の前日に、なんとかここでちょっと爪痕を残して、面白いなと思わせなあかんと思って、もうありとあらゆるボケを考えたわけですよ、でその時の出演者が土田さんがいらっしゃいまして、土田さんがちょうど、昼なんですからこっちに来たと、ね、だからこれはちょっといじりどころというか、いけるんちゃうかと思って、そこで僕はね、考えたのが、土田さん、首なんですですかと、ね、
で僕なんかじゃこれはウケるぞと言うたらボケなんてもう自分のもう腹が痛めて産んだ子供みたいなもんですからもうこれはなかなかでっかいいい子に育ちそうな子供できたなと思って臨時は生放送を迎えましてねでまあ雨上がりさんが土屋さんに対して「おいどうした汐留じゃないの?」みたいなことってバーッと受けてでその時に土屋さんが「4月はまあ入学と卒業のシーズンなんで」っつってダウン受けたんですよ「ここや」と「ここや」とねもううちのもう組なんですちゃんももうねもう七五三の格好してもうこう今か今かと困ってるわけですよパパ行きますよという感じでねで僕はそこで「ああ組なんですですか?」っつったらドーン受けたんです受けためちゃくちゃ受けたんですよよっしゃーと思ってほんでもうその夜もう一人で居酒屋行ってねちょっとお酒飲みながらもう携帯なんか触って「あの組なんです」でネットで検索してたんですよ自分の子供の成長の様をねだからネットニュースになってたんですよ うちの子供がとうとう新聞にとねそこに書いてたのは、ね、土田バイキングで組なんですと言って大爆笑って書いてたんですよ僕が言ったはずやのに僕が腹痛めて産んだ子供が土田の苗字で生活してたんですよそういうことやな養子になってたわけですよ養子になってたよ、ね、ああこれちょっと待ってくれとあれ僕が言ったやつやとああねああだから僕の子供なんですよねああだから今日の方だけで押してくださいあれを言ったのは僕なんですうわおお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 でもこれはこれを OK としたスタッフさんのせいやと僕は思うんですね小学校1年生の時の話なんですけど、はいまあ、大体それぐらいの時期ってまあ誰でも経験あると思うんですけど、こう学校のトイレで代をするのがなかなかこう恥ずかしくてできなくて、はいまあ、でも我慢しすぎちゃうと漏れてしまうしで、まあ、そんな中あの僕ある裏技を開発しまして、っていうのがもうこれどうしてもの時にだけやるんですけどもうどうしても漏れそうになったら、まず人目がつかないところにパッと隠れるんですね、で、パンツに、スッとこう手を突っ込むんですよ、で、手にちょっとだけするんですね、え2センチぐらい、2センチぐらい、2センチぐらいですよ、ちょっとだけですよ、ちょっとだけですし、どうしても死んだんですよ、小学校の時ですよ、2センチぐらいして、で、それを10個ぐらい小分けにして捨てるんですよおぉゴミ箱とか光るべきところに光るべきところですねなるほどで、手を洗うんですよそしたらもうチャラじゃないですかもう洗ってるからこれをもうどうしてもっていう時だけやってたんですよどうしても本当のどうしても時はいでこれ最初すごい難しかったんですけど、まあ、だんだんこうやっていくうちに慣れてきて技術も向上してきて、なんか毎回まん丸いやつを均等な量出せるようになったんですよでも最初はもうすごいドキドキしながらやってたんですけどもまあ慣れて感覚も麻痺してきてすごいなんかこうラフな感じでできるようになって僕日常的にできるようになってでそんな中ある時放課後に近所の兄ちゃんと外で遊んでたんですよそしたら便意が催したんですねでまあ一回家に帰ってもよかったんですけど、まあ、まあ面倒くさいし、ねまあ、何より僕にはその技があるからもうなんつったってねまあよしと思って、はい、もう木の陰にパッと隠れて、はい、もういつものような感じでもパッパッパッってやって、はい、でパッて捨ててで公園で手洗ってで何事もなかったかのように遊んでたんですよでしばらく遊んでたらその近所の兄ちゃんがその僕が台を捨てた場所にしゃがみ込んでるんですねあれと思ってなんか嫌な予感してよく見たらその僕が捨てた台をものすごい不思議そうな顔して見てるんですよこれやばいやばいこれ見つかったと思ってどうしようどうしようと思ったらヒデ君って僕ヒデって言うんですけどヒデ君ちょっと来てって言われてやばいどうしようどうしようどうしようと思ってで何って言ったらちょこれ見てっつって僕が捨てた台を指さしてウサギがいるとうパッと見も全然そんな感じですからただもう住宅街だから絶対ウサギなんかいるわけないんですよねウサギがいるって言うんですねで、ああマジでつって言ったんですよそしたら、そうだよつってパッて僕のうんこ手に取って俺完全にウサギのうんこだよつって手に乗せられるんですよ完全に僕のうんこなんですよ入ってみたで、まあとりあえず、まあでも、まあ、そうかもしんないけど、まあ、汚いからもうこれもう触んない方がいいよつって払ったらいや、これ草食動物のうんこだから大丈夫ってまた乗せられるんですよで僕のうんこだからめっちゃ汚いですよ僕のやつだからもう自分が一番分かっちゃうんですよで結局ああそっか、まあ、ウサギのうんこだもんねって言ったらよしウサギを探そうって言うんですけど、うん、ウサギなんか絶対いないんですよ、うん、
僕の婿ですから、はい、でもそんなことも言えずに、はい、結局お兄ちゃんとそれ一個ずつ持って、はい、日が暮れるまでいるはずのないウサギを探すため地獄やん、地獄やん、ずっと日が暮れるまで持ったのゴールないもんな絶対見つからないハッピーエンドはないわけやからなデガーさんとかあと龍平さんと肥後リーダーと一緒に仕事になった時に必ず飲みに行くんですよ、はい、でそこでいろいろ仕事のことを、まあ、僕らなりに話すんですけど、一番後輩の僕から聞いててもちょっと論点が違うなときいっぱいあるんですよ。例えば、TBS で感謝祭ありますよね、はい、ありますで感謝祭の時に出川さんも、うん、ダチョウ倶楽部さんもあんま出城がなくて自分らもあんま納得しなかった回があって、その時にみんなで話してると、うん、結局結論的には、うん、次の感謝祭は赤坂シティマラソンに出て優勝するしかないなっていう結論になってるいやそんなん絶対できるわけないじゃないですかっていうのをでも必死に話すんで、うん、まあ、どうでもいいと思いながら、うん、そういう飲み会がいつも楽しいんですけど、12月の23日にある特番があってまた一緒になりまして、うん、で出川さんと龍平さんと肥後リーダーと僕で飲み行ったんですよ、うん、でいつも行く中野の居酒屋に行きまして、で僕ちょっと家で一回着替えてくるからちょっと遅れますと、で先遅れていくから先飲んどいてくださいということで出川さんと龍平さんが先にいつもの居酒屋で飲んでて、で僕12時前頃着いて、であすいませんでした遅れてっていつものようにビールお願いしますってビール頼んで、でじゃあ乾杯しましょうかっつって、でどうもすいませんお疲れ様でしたって言ったら、一回も僕怒られたことないですよ出川さんと龍平さんから。で、まあ、あの皆さんご存知の通りものすごい優しいじゃないですか、はい、であの出川さんがてめえ竹山って言い出して、うん、何が乾杯だてめえって、で龍平さんも本当だよお前乾杯じゃねえよって言って、いや僕遅れるって言ったんですけどちょっと家どうしても帰んなきゃいけなかったんで、って乾杯じゃねえよお前何やってんだよって二人が怒ってて、もう一回グラス持て、はいってグラス持って、いいかお前時計よく見ろって今何時だって、はい12時過ぎてますけど、12時過ぎてんだろよく考えろ行くぞメリークリスマースどうでもいいとなんだよそれともう何出川と龍平とかなんすかそれって言って、それから30分ぐらいして自分家に一回車を置いてタクシーで来た肥後リーダーがやってきたんですよ。でその時はもう龍平さんと出川さんはさっきのあれをやろうと思ってちょっと二人ニヤニヤしてるんですよ。で僕にも目くばせでやれよみたいなサインを打ってくるんですよ。でまあ分かりましたという的なことでずっとやったらリーダーが来て、リーダーもいつものおばちゃんにビールちょうだいっつってビール来て、でみんなこうニヤニヤしながらグラス持ったらリーダーがビールが来たら、リーダーがいきなり自分からハッピークリスマースで、そうやられた時の龍平さんのうなだれ方がびっくりするぐらいのうなだれ方だった。どうでもいいダチョウ倶楽部と出川さんなんです。2年ほど前に韓国でちょっとプチブレイクをしたんですよ、ね、あの韓国で韓国語をほんと丸暗記して韓国ネタ番組に出たんですけど、それがコメディビッグリーグっていう向こうでは視聴率 20% ぐらいの番組で、あのコメディアンが10組出るんですよ。で僕は日本人で1人で、あとはもう結構有名な韓国のコメディアンなんですよね。でネタをして10組ネタした後にお客さんが面白かった人に投票するんですよ、エンディングに。ほんであの上位5組が放送されるというシステムなんですね、うん、でこの1位を10回取れば1000万っていう結構大きな番組で、ほんでオンエアでなかった残りの5組はですね、こう椅子に座って噴射台みたいに座るんですよね、うん、ほんで最下位一番面白くない人にはプシューってこう真っ白な粉がかけられるんですよ、うん、で僕は結構もう2、3週オンエアされてて、ほんで街歩いたら、あ、陣内氏陣内氏って言われるぐらい韓国でちょっとブレイク 20% ありますから、うん、ほんなら韓国で僕の密着番組ができたんですよ、こっちでいう情熱大陸みたいな感じで、僕が日本からあの韓国の空港に着いたらカメラさんがバーって僕のそのコメディビッグリーグの一日を追うみたいな、でそのカメラの来るはもちろんカメラさんは韓国人で、照明さんも韓国人なんですけど、音声の子だけが5年前に韓国に来た日本人やったんですよ。でちょっとそれもなんか嬉しくて、お互い違う家で頑張ってるからなんかちょっとテンションも上がって、局に行く間のバスの間になんかこう密着取材みたいなちょっとかっこいい感じに僕もちょっとねこうええかっこせなと思って、あの日本と韓国のお笑いの違いはどうですかみたいなのを聞かれるんですね。でも韓国ものすごい素晴らしいコメディアンがありますけども、やはり日本のお笑いはやっぱ世界一だと思いますとか、結構そのお客さんはやっぱエンターテインメントを知ってるんで韓国のお客さんも素晴らしいけど日本のお客さんももっと素晴らしいとか、結構こう
僕は言ってたんですよ。言ったやな。知らんと思って。ほんなら僕がその日来る時に韓国では陣内智則が韓国に来てるというネットニュースになってるんですよ。これぐらい話題になってて、そのインタビュアーが実は今日ネットニュースになってますと、陣内氏があのコメディビッグリーデにまた来ましたみたいな。それ読みますねって読んでたら、陣内智則は日本のユジェソクだって書いてるんですね。そのユジェソクっていうのが韓国ではさんまさんやたけしさんみたいな人で、ほんで陣内智則は子供からお年寄りまですごく人気があって、特に若い女性には大人気だ、韓国でも大スターになるのは間違いないってすごい褒めてる時に、日本人の音声さんがもうたまらんなって、いやもう全然ちゃうしって言い出したんですよ。一回ね、もう全然ちゃうしって言われて、えっと思って、もう全然チャンスって言って、絶対音声声出しちゃダメじゃないですか。一回それ止めることになって、いや君そんな言うとあかんでってなって、おいやすいませんって思わずみたいな。でもそれぐらい僕すごい扱いやったんですよ。ほんで局に着いたら司会者の席を、司会者がいつもやってる楽屋を僕の楽屋に変えてくれたんですよ。それぐらいの扱いで、ほんで最後に陣内智則が韓国に来たっていうのをカメラ目線で言ってくれって言って、分かりましたって、あのもちろん韓国なんですけど、陣内智則が韓国に来たって言って、ありがとうございましたって言って僕は本番に挑んだんですね。ほんでネタをやって、結果あって、エンディング終わって、ほんならディレクターさんが来て、あのすいませんと、あの陣内智則が韓国に来たっていうのをもう一回ちょっとなんか音のトラブルかなんかでもう一回撮り直してもらっていいですかって言われたから、まあまあいいですよ言って、カメラに向かって陣内智則が韓国に来たって言ったんですけど、僕粉で真っ白けやったんです、その日。最下位やって、ものすごい恥ずかしい。これを見た韓国人はこの日本人何しに来たんやろ。偉そうなこと言うて最後粉で真っ白けやんけみたいな。ものすごい恥ずかしい。韓国の密着番組に出たという。すごかったらしい。今まではすごかった、その日だけ最下位取って、それがたまたま放送されてるんですよ。あの僕1年ぐらいまで彼女って、韓国人の彼女と付き合ったんですけど、その子と付き合って僕初めてフライデーに乗ったんですよ。大阪おる時なんかそのフライデーなんか取られることがまずない。で一番最初に乗ったのは道でその子をおんぶして歩いてるところを取られたんですよね。はしゃぎすぎみたいな。まあでもまあまあまあ、うわこんなん乗るんや、まあまあ乗るんよ。で2回目はあの品川の駅から一緒に大阪に遊びに行くところの荷物をこう持ってるところ、婚前旅行みたいなの取られたんですよ。で僕もさすがに2回取られたからもう取られへんやろなと、取ってもしゃあないじゃないですか、いやと思ってて、ほんで渋谷で2人で飯食うて、パッて店出たら前になんかよく噂に聞くああいう黒い車が止まってたんですよ。怪しげな。かといってそのもう俺のことをとってもしゃあない、2回も乗ってたし、もうそんな興味もないやろと思ってタクシー乗ったら案の定ついてきたんですよ。でうわーっと思って、まだ撮んのと思って、ほんで運転手の横からカメラマンの人がもうバッシャバシャ撮ってるんですよ。もう撮ってもしゃあないのに、うわ来た、うわでも嫌やなってやっぱり撮られるのはと思ったんで、運転手さんにすいません後ろの車巻いてくださいって言ったんですね。だから運転手さんがあれ来た、この前逆パターンあったんだよ、あの車追いかけてくださいって言われてさ、すぐ巻かれちゃったからさ、今日はやるぜえ、張り切り出したんですよ。お願いしますって言ってやるぜって言うんですけど、その人角曲がる 200m ぐらい前からウインカー出すんですよ。ダメだな、下手やな、早いって、下手やな、全然負けねえよ。どんつったっけのためにあなたつま、僕ずっとちっちゃい頃からまあ癖というか習慣というかあって、それはあのトイレで、ショーをした時、多分男性はそんなに多分やらないと思うんですけど、必ずあの紙で拭いてたんですよ、トイレットペーパ で男の人多分あんましないじゃないですか。僕ずっとちっちゃい頃からやってたんですね。先っちょ先っちょ必ず拭いてたんですよ。でこれなぜこういう風にするかというと、ちっちゃい時にお父さんとお風呂に入った時にお父さんのあそこにティッシュのカスがついてた。で、それを見て、あ、
みんなちゃんとあかんそうなんでしょうかちゃんとみんな吹くんだだからかすげでそれからそういうことやと学習したわけ学習したあそういうことだっつってで僕毎日吹くようになったんですよそれからもずっと必ず吹いてたんですどんな時でもそれが中学に入って、まあ、自分でやるようになるじゃないですか、うん、初めて自分でやった時、まあ、デビューしたらするわね初めてやって初めて吹いた時に、はい、あーって思って、はい、これ点と点がバチンってまずが吹けたこれだったのかってその日以来おしっこしても吹くのをやめたまあまああのまあてまあ、天然でさっきもそうなんだけど、はい、料理あんま得意じゃない料理、ね、まあそのなんとなくアイドルなんかやってて料理なんかやったことなくてそのまま結婚しちゃったからで結婚してすぐぐらいの時に、まあ、肉焼いたりとかして俺食べたらあれこれ味しねえなと思ってママこれ塩コショウしちゃったらえするのっつったの原始人みたいなそこから始まってるわけ、ね、それがもう21年前ですよ、ね、でもまあまあそれね子供もできたりとかしていろいろ料理なんかもやるようになったりとかしてでもまあ料理やっててもまああのよくおふくろの味だとかっつってあのじゃ肉じゃがとかさあんじゃないでこの間も肉じゃががボンってあったわけであったから俺肉じゃが結構あるのに子供も横にいるのに手つけないの肉満載で肉じゃがねほんで俺が食べたら甘いこれ何なのこれスイーツこれっつったねこれスイーツじゃないのって息子にお前食え食ってみこれすげえ甘いからっていやいやいや昨日食べたけどすげえまずかったって言われてあまりにもまずくてまた砂糖とかみりんだとかなんか入れても味わかんなくなっちゃってるでもそんなのが山ほどあるわけでもまあそれも含めて俺はほらあの好きだからねあの別にいいんだけどこれねママがでこの間夕方ねあの子供誕生日やっててであのパパ何か食べるって言っていやあの仕事10時ぐらいからだったからあのまだいいかなってじゃああの後で食べる仕事行く前にっていうあのちょっと運動してくるわっつって運動して後で食べるってあじゃ あの仕事行く前にあの冷やしうどんを食べるおお前に一回作ったことがあった、はいはい、前に、はい、でそこそこまあそこそこのうまさだった、まあ、まあまあ食えないわけじゃねえなってそりゃそうだよ冷やしたぬきうどんだからねわかるじゃない、はい、そんな難しくはないそう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 であっ OK 後でじゃあ仕事行く前食べるよで俺は運動しに行ってで戻ってきてあばばあのもうほら仕事ほらもう時間ないからうん冷やしうどん食べるって言ういや食べるよ食べるよそのために帰ってきてんだから、うん、ね、うん、で食べるよって言って俺はもう頭の中冷やしたぬきうどんだから、はい、俺でまあじゃあどうするのかなと思ったらママがあケーキ食べるって言うから、うん、いやいやまあ違うじゃん。あの今俺ほら冷やしたぬきうどん食べたい。はい、ケーキは後じゃん。ね後じゃん。いやでも子供誕生日なのケーキだから。いやいやまあまあそうなんだけど。うん、ケーキ後でさ冷やしたぬきうどん早くしても時間ないから。時間ないから、ね。まあそうだねもうマネージャーさんも来てるし。うん、まあちゃちゃっと作るから。うん、でなんかまあ作ってたわけ。はい、でまあなんかこういうことでなんかケーキ食べろとか面白いこと言うなーなんて思いながら。はい、でまあ冷やしたぬきうどんだからそんな時間かかんないでできるじゃん。でこう見た目がこうまあねうどんがあってまあ上にこうきゅうりだとか、はい、あのなんかわかめだとか、はい、何天玉みたいなのこう乗ってるわけ、はい、おーおーおーって思ってできたわよって言うからで俺普通によしオッケーもうちゃさっと食っていっちゃおうと思ってパッと食べたらものすごい麺が熱かったわけそもそも冷やしたぬきうどんで麺がもの熱っ何これこれ何ママこれママ何なのっつったら、うん、アレンジしてみたいらねえよなんでそのアレンジすんのねえなすごいだよすごくない化かされたのだから俺ちょっとイラッとして俺多分もうイラッとしながら俺食べたのねまあいいやと思ってしょうがないからしょうがないからものすごい熱いんだけど食べたわけじゃ食べ終わった後にパパサラダ食べる順番やったよ順番バラバラでしょ